じゃーらん。ああ。見た気がしませんか。なんかピアノのあれ洋館だった。見た気がしませんか。洋館だったあれ。じゃらーん。じゃらーん。なんか見たことあるねどっかで。めっちゃ重い。じゃあ持って持って持って。おお。本より重くね。なんか見たことあるよね。あるでしょ。向こう帰った時絶対。何で見たんだった。インスタじゃなかった。いやー、何だこれ。ショコラット。でも羊羹、ジンジャーもあるよ。味があれなんじゃない。何これ。お腹かな。やばいね。あんこシリーズ、うん、袋が可愛いって。あら、出たけれども、あ、もうこなしていい。よかった。これは何屋さんなのかな。洋館屋さん。楽器屋の片隅に売ってる。ほら、湯布院って書いてるでしょ。キンキラキン。うん、高そうなんですけど。じゃん。すげえ、鍵盤ハーモニカみたいに。これが羊羹だわけ。食べるのもったいないね。これが羊羹だわけ。なんか入ってるよ、これ。何何か入ってるって言ってたよ。怪しいのが入ってる。 What your name? な、何に聞いてる。ドライイチジクがゴロゴロ。多分見た目的にはこれだと思う。え？っていうか、可愛すぎて食べれない。もったいないよね。上の鍵盤だけ食べずに保管する。ファとソとラとシを食べます。ファとファシャープとソとソシャープとラとラシャープとシ食べます。お誕生日おめでとうございます。うん、いざ。もったいないよ。実食と、よかった。めっちゃ久々食べた。羊羹って食べる普通。人生で一回も食べた記憶がないかもしれない。やっぱ食べた方がいいと思うんだよね。こっち食べてみたら、こっちなんかあるところドキドキする。あ、なんかこれぐらいのあれは食べたことあるよ。あ、この白いとこはいけないじゃん。ん？うん。んだ。うん、わかる。食べたことある。たくあんではない。何食べてもらう？ほんとにちょっとよ。うん、はい、あ、ちょっとよ。ちょっと。お白は？と思う。ん、これはね、うん、お母さんにおすそ分けする。お母さん喜びそうじゃない。特賞1位ってよ。ナムヒター。なんだり、マンゴーダメだね。ナムストップってよ。なんかこれ薄めて飲むやつかな。一口飲む。ガチマンゴーっぽい匂いするからね。じゃあ私泡盛が苦手なんだけど。トロトロ。そんなに泡盛思ったよりやばくなかった。体ももうやばかった今。体に泡盛に行ける。なんか酔いっぱらいそうだね。もう酔っぱらってると思ってよ。酔いっぱらそうだね。もう酔ってると思って、うん。お菓子祭り。いただき物お菓子祭り。じゃあダーリンがで食で、私これが昨日から食べたい。我慢して、開けて。絶対美味しいと思うって。これはもうプラス1だから食べちゃうね。チーズおかき久しぶりに食べる。名古屋城、これが気になった。クーベルチュールホワイトチョコをクッキーでサンドした焼き菓子です。クッキーだな。ウェハースみたいじゃない？うん、クッキーかな。こ
なお菓子あるよね。ゴーフ？名前は分からんけど。マーリーナで。あ、うん、多分。見てない？もうちょっと硬い版。うんうん。うまい。うん、ね、韓国の菓子。1ミリも推測できなくて。なんて書いてるのか分からん。もちろん。やめたら楽しいはずね。なんでこれ、うん、チョコなんか。うん。マーガレット。どう？うん、うまい。カントリーマームの硬い版みたいな。いや、食べたって。うん。ジョー。うん。情けしてはね。情け。うん、渋いね、うん、これはね、何の名前なんだっけ、もうあれと一緒だよね、完全に。スメルクレームが入ってるやつでしょ、マシュマロみたいな。食べないわけ。え、嘘。あ、食べれるけど、好んでは食べない。マジで？これ食べるんだったら、あのカスタードのやつがさっき、うん、あれ食べる。反対だよ、私は。なんていうの、こんな感じ、酸っぱい？酸味？どこら辺が？発酵した味がする。何が、マシュマロが？分からん、なんか。はい、次誰？わさびって海外でもわさび、うん、マジで。わさび作ってない海外。椎茸とかは日本語さ、うん、ピーナッツ醤油と大豆醤油どっちかいく？大豆醤油。大豆醤油かいく？こんなのあるよね、おつまみのね。大豆、つながってる棒じゃなかった。おかきみたいなのがあったら大豆だった。高級海苔で巻いた。すごい美味しいね。なんか龍坊の地下に売ってそうじゃない？パレットにあると。あ、パレット、パレット。次はもうお腹いっぱいって、うん、休憩する。ダメよこれ。はい、どうぞ。バタービスケット、うまいと思う、ね、ここはアーモンド新チョコレート。はい、薄いやつだったね。渋い味だね。あ、もう甘いからもういらないってならなさそうじゃない。うん、ね、この銅は間違っています。なぜなら五線紙の中に銅が入ってるって。五線紙の上にあるのに線が書かれてる、うん、五線紙の下に来るんだよ。ミュージシャンは騙されません。うん、結構日に日に変わるけどね。3312、ありがとうございます。うん。